皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学3年生の夏季講習英語英文読解の2回目です。英文読解の1回目から4回目までは英語はすごく苦手、中学1年生の部分もよくわからないという人のために作っている動画です。今回はこの短い文章1箇所で組み入って前から意味を取っていく練習をします。では英文を確認してみましょう。丸1、 I like music. I like music. 一般動詞の文章では主語動詞をひとまとまりとして意味を取りますと、 I like 私は好きです music 音楽をね、こんな感じですね。I like 私は好きです music 音楽ですね。2番、 I don't like math、ね、主語と動詞のまとまりですからここまでですね。 I don't like 私は好きではありません、まあ数学を、こうなりますね。3番、 You speak Japanese、主語 you で動詞 speak ですからここで区切って You speak あなたは話します、 Japanese 日本語は、こうなりますね。4番も疑問文ですけれど、主語と動詞の部分をひとまとまりとして考えるので Do you speak までがひとまとまり、ここで区切ります。で、 Do you speak あなたは話しますか、 English 英語、こんな感じですね。 B 動詞の文章はここね、is from がこれ出身という意味になっちゃうんで主語の部分で一回切ります。ですから主語 he ですからここで切ります。 he 彼は is from Canada、 カナダ出身です、これじゃちょっと長すぎて口で言えないという人はここで切っても構いませんけれど、なるべくここひとまとまりにしてみましょうね。 he 彼は is from Canada、 カナダ出身です。6番は Ann likes walking で、 Ann が主語で likes が動詞ですから Ann likes、 Ann は好きです、 walking 歩くことは、こういう意味ですね。7番、 My name is Ichiro という文章ですね。 B 動詞の文章なので B 動詞の前でこう言います。 My name 私の名前は is Ichiro、 Ichiro です、ね、こうなりますね。8番、I have 4 CDs. I have で主語動詞ですね。私は持っています。4 CDs. 4枚の CD をと、ね。9番。She lives in Osaka. ここが主語動詞のまとまりなので、She lives で聞きます。彼女は住んでいます。In Osaka. 大阪にと、ね。10番。They live in 名古屋と。主語動詞法なのでここで切って They live 彼らは住んでいます in 名古屋、名古屋にと、ね、こういう切れ目で前から理解していきますね。必ず前から理解するんですね。和訳じゃないということ、ね、英文読解は英語の語順に理解することだということを忘れないでください。では次に、この意味の切れ目ごとに英語を読んで次に日本語、英語を読んで日本語というふうにして、一緒に私と一緒に言ってみましょう。どんなふうにするかというとちょっとね一番だけやってみると、これ全体では I like music という文章ですね。でどういうふうにするかというと I like 私は好きです music 音楽を、 I like 私は好きです music 音楽をと、このように英語言って日本語言って英語言って日本語言うという、これを1文につき2回ずつ繰り返して10番まで一緒に皆さんと一緒にやってみたいと思います。では始めます。 I like 私は好きです music 音楽が、 I like 私は好きです music 音楽が、 I don't like 私は好きではありません、まあ数学が、 I don't like 私は好きではありません、マーフ、数学が。You speak、あなたは話します。Japanese、日本語は。
You speak? あなたは話します。Japanese? 日本語を。Do you speak? あなたは話しますか ?English? 英語を。Do you speak? あなたは話しますか ?English? 英語を。He? 彼は is from Canada. カナダ出身です。He? 彼は is from Canada. カナダ出身です。Unlikes? アンは好きです。Walking? 歩くことが。Unlikes? アンは好きです。Walking? 歩くことが。My name? 私の名前は is 一郎です。My name? 私の名前は is 一郎です。I have 私は持っています for CDs 4枚の CD を I have 私は持っています for CDs 4枚の CD を She lives 彼女は住んでいます in 大阪に She lives 彼女は住んでいます in 大阪に They live 彼らは住んでいます in 名古屋に They live 彼らは住んでいます in 名古屋にと、どうですか、一緒に言えたでしょう今度はですね、英語だけを言っています。日本語の部分はありません。で、英語を言った後に少し間を置いて次の英語を読みます。つまり切れ目でちょっと間を置いて次の英語と。日本語を言っている部分、先ほどの練習で日本語を言っていた部分、この部分を今度は口には出さないで、あなたはね、頭の中でイメージしてください。例えば、I like music. ちょっと間が空きますよね。そこで、日本語を口に出さないで、頭だけでイメージしてください。ね、これをやはり10番までやってみたいと思います。よろしいでしょうか。では、いきます。I like music. I like music.I don't like math. I don't like math. You speak Japanese. You speak Japanese. Do you speak English? Do you speak English? He is from Canada.He is from Canada. Unlikes walking. Unlikes walking. My name is Ichiro. My name is Ichiro. I have four CDs. I have four CDs.She lives in Osaka. She lives in Osaka. They live in Nagoya. They live in Nagoya. よろしかったでしょうかね。こういう練習をするにしていくとですね、それに従ってね、I like music というのも、スラッと読めて、そのまま英語をその語順でスラッとね、だんだん英語のまま理解できるようになっていきます。ぜひこの練習皆さん続けてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。